黄金の宝、エルカンターレの歴史観、大川隆法。第一章、黄金の人生を作る。6、愛の佳境。自己実現についていろいろと話してきたわけですが、人間がこの地上に生まれてくるということは、人間としてしっかり修行して、自分を磨き、自己の向上、進歩を図るというところに、その真の目的があるのです。日々の進歩は、日々の自己実現であり、日々の向上は、日々の成功だとも言えます。ただ、自己実現の難点は、ともすれば、自分一人の利益、幸せを追求してしまい、他人をないがしろにしてしまう危険性があるということです。ですから、自己実現を強く願えば願うほど、愛の大切さを肝に銘じておかなければなりません。つまり、より大きな自己実現をした人ほど、より多くの愛を持った人でなければならないのです。自らの自己実現が進めば進むほど、自らの愛に発展があるかどうかを自己確認する必要があるのです。そこで私の著書、太陽の宝、幸福の科学出版刊の中で語ったように、愛の発展段階ということを常に考えていただきたいのです。すなわち、愛には愛する愛の段階、生かす愛の段階、許す愛の段階、存在の愛の段階と4つの段階があります。そしてこの段階を1つ登るたびに、その人の愛は深く大きくなってゆきます。同時にそれはその人の人間感性への改定であり、自己実現のステップでもあるのです。この世で地位や財産、名誉を得ることに、いくら汲々としたところで、そうしたものは死んであの世に持って帰っても何の役にも立ちません。この世で総理大臣だったとしても、一流商社のワンマン社長であったとしても、死んで地獄へ落ちて、地獄の鬼がその人の肩書きを見てひれ伏すということはありえないのです。もし運よく天国に帰れたとしても、天国で名刺を使う機会など、ただの一度もないのです。天国で通用する名刺は、ただ一つ、すなわち、その人の心の状態なのです。その人の悟りの段階なのです。そして、その人の壮年体のテープに記された記録だけなのです。また、この世で億万長者となって、贅沢の限りを尽くしたとしても、それが天国へのパスポートになることはありません。自家用のヨットや飛行機、定期預金証書、大豪邸、そうしたものは、あの世へは持って行けないのです。いくら有名人になったからといって、地獄の鬼は釜の湯の温度をたとえ一度といえども下げてはくれません。名誉にしても同じです。学士院や芸術院の会員になったところで、報奨をいただいたところで、何の役にも立たないのです。地獄には元大臣、元学長、元博士、元裁判官、元検事などが、こんなはずではない、
他人が地獄に落ちるのはともかく、自分が落ちるなど承服できないとわめいている姿があちこちで見られます。すなわち、自らの名誉ばかりを求めて、他人に愛を与えることのなかった人々の哀れな末路です。宗教家でもまた同じことが言えます。外国の政府から世界平和に貢献したとして、勲章までもらった宗教家が今どうしているか、無間地獄の底で割れるような頭の痛みに耐えかね、転げ回って苦しんでいるその人の姿を私ははっきりと霊視しております。その教えが間違っていたがたゆえに、後に残した弟子たちがその先生を尊敬すればするほど、両親の痛みに耐えかねて七転八倒しているのです。あるいはまたイエス・キリストが行ったと同じ奇跡を万人ができると称して、生前霊的指導を行った宗教家が今火炎地獄の炎の中で絶叫している姿を私は何度も霊視しております。地上の多くの人々に霊的自覚を与えたのは確かに彼の功績だと言えるでしょう。しかし地獄の憑依霊を浄化するためには天上界の高級霊の助力がなければ仏の光を授かることはできないのです。そして高級霊の指導を受けるためにはその人が心を磨き、高級霊と心が同通しなければならないのです。ですからこの意味において万人がイエスと同じ奇跡を起こせる霊能者となれるという教えは、その理論の根本が間違っているのです。憑依霊がついている者同士が光を与え合うということはありえません。そのことに気づかなくてはならないのです。このように宗教家を目指す者にとっても、自己実現とは非常に厳しいことなのです。特に現世利益だけを求める宗教には注意しなくてはなりません。まず、霊的存在としての自分を愛することです。しかし、自分一人だけにとどまっている愛ではいけません。自分自身を愛したならば、他人へも愛を与えてごらんなさい。愛は仏からいただいたものです。だからこそ、自分で独り占めにしないで、他人にも分け与えて行かなくてはならないのです。そうしてこそ、愛の架け橋となって行くのです。愛の架橋とは、こういうことなのです。